はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロ2017マイライフ続きをやっていきたいと思います。広島がリーグ優勝したところだっけで、自分は9勝2敗と10勝はしたいね。あと何回投げんの？あと1回、2回、3回あるけどな。結構登板日ずれるからね。最悪あと2回で終わりそうだな。まあ当面はあと1勝すれば大丈夫なんで10勝目指して、あとは鈴木さんですね、怪我してるんで、あと何日？ 15 日か、長いな。でもまあ日本シリーズ と、クライマックスシリーズには間に合ってくれそうですね。奥井と練習をしましょう。ちょっと奥井とね試合を一緒にしたいんですよね。まあ、今ね鈴木さんが怪我をしているところなので、お前にも出番があるかもしれない。いや、ある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 、奥井7番レフトだよ。で、ライトが丸さんか。今日は野間さんのレーザービームには頼れないな。いつもねレーザービームに頼ってたからね。いや、でも俺も肩は悪くないから、肩 A だったよね。守備がすげえしょぼいんだよな。その数値以上にしょぼいからね。さあ頑張ろうぜ奥井。1回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。先頭バッターは打ちました。おーっと、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスは2番上田、投げました、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。あ、そうか、ここはあれだっけ、ヤクルトって左がずっと続くんだっけ。空振り三振、最後はキレのある変化球、最後は空振り三振。シーズン最多まであと5分か。シーズン最多本塁打記録まであと4本としています。第2球投げました。このストレート、ちょっとカーソルが合えばね良かったんだけどね。3球目投げた、おお、よかった。スライダーじゃない、カットボールか何かか、あの曲がり方は。たまたまだったな。スライダーだったらね絶対いかなかった。それとも単純にスライダーの曲がりが良くないだけか、分かんないな。次見てみよう。打ちました、三遊間へのコロ、おお、いい守備してるね。ランナーはありません。バッターバントの名手大引き、打ちました。これも安定の菊池さんと、アウト、これで2アウト、ランナーありません。右バッターボックスには荒木、投げた、148キロ速球、空振り三振、最後はスイングアウトの3。ちょっと球種を見ましょう。リードで迎える3回です。シーズン最多本塁打記録まで、投手データ、あ、カットボールだよね。やっぱりサークルチェンジ、ドロップカーブ、結構癖のある球を投げてくるね、ブキャナン。第9投げた、サークルチェンジ。第2球投げた、これはどう、伸びるか、ちょっと人伸び足りなそうだけど、まあボールは中継、しょうがない。ナイスバッティングです。とりあえずつないだな。3回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。トップバッターは流し打ち、これは来ないか、ライト方向へ持っていきましたが、まあ、取りました。これでワンアウト、ランナー、俺だけだな、まだ。バッターは8番中村、外野で取ってないの。三遊間のゴロ、奥井はね早々に守備機会が来たからね。アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターはピッチャーブキャナン、さすが、今のところ完璧に抑えてるな。東京ヤクルトスワローズ対広島、まあ、ホームランはぶっちぎりの1位だったね。打順よく1番からの攻撃、先頭バッターは145キロ速球、空振り三振、2者連続三振。いや、すげえ左に弱いね。低め、空振り三振、最後は第4球はマジでこんな左が続くんだ。打った流し打ち、取ってこれで3アウトチェンジ。ヘーゲンズ、この回もきっちり三者凡退に打ち取りました。回ってくるね、5回、カープリードで迎える5回です。あと4本、シーズン最多本塁打記録まであと3本としています。今日2打点を挙げています。投げました、ちょっとね、ちょっと反応が遅れるんだよね。フェンス直撃、いいバッティングを見せました。もうあと0分は1秒くらい早ければ多分行ったと思うんだけど。5回の裏、これからスワローズの攻撃に入ります。バッターは恐怖、カットボール、空振り三振。ピッチャーも強いよな広島、ほとんどさこう来ないもん球が。2者連続三振になりました。投げました、これは引っ掛けた、これは打たされて、で内野でだいたいさばいてくれるからね。これで3アウト、ヘーゲンズ好投を続けています。
まあうちのね二遊間もねかなり信頼できるからな。信頼できないのさ俺だけだよね絶対この守備面で。ファーストだってさ悪くはないでしょ別に。普通に守ってればファースト大丈夫だから。ああこれは奥い、お前何見てんだよ、あ飛びつけよこの子いいことしてんだよ奥井くん君はノーバンであそこまで投げるのか。普通ノーバンで投げられるのかね。ちょ奥井頼むわ。えちょ奥井おめえだよお前絶対さちょっと待ってなんか勝手に動いちゃうんだけど、おめえ一回ミックス何やってんだよっていう感じだよね。奥井のせいにしよう全て。おおすげえゲッツーやるね。3アウトチェンジ、打ってショート、おーそのままタッチして投げると。明治神宮野球場からお送りして。さあ第4打席目。カープリードで迎える7回です。シーズン最多本塁打記録。あこれはいった？どうしても右に流れちゃうね。まあ、とりあえずホームランにはなったけど、58号。第58号ツーランホームラン。まあ、打席で返す。それが俺の仕事だ。チームメイト。おおクイー。まあ結構無理やり持ってった感はあるけどね。あれ変えられた。俺結構変えられるよね。奥井は変えられないのになぜだやはり守備か。もう多分勝負が決まったからあいつに守備は任せておけんみたいな、そんな感じになったんだろうな。悲しいぜ。守備は絶対奥井の方がうまいからね。でも普通に能力的にも能力的にさ奥井の方が強いと思うんだよね全体的に。ただまあ俺はねピッチャーだからね、二刀流という名の選手だから、それをやりつつ野手もこなすっていうのもすごいよね。手紙が来てるぞ。何これ、家に帰ってから確認してみろ。帰って確認すんの。はじめましてミカミックスさん、私は歯科衛生士をしています。あ春日の道ちゃんじゃん。入団当初からミカミックスさんの大ファンで、ミカミックスさんの活躍をいつも楽しみにしています。これからも頑張ってください、応援しています。特に守備面でみたいなのはなかったね。よかったよかった、危ねえ打撃はいいのですが守備をもっと頑張ってほしいですみたいな菊池さんと比べるとポンコツですとか言われてそうだからな絶対。じゃあちょっと奥井鍛えていこう。奥井もようやく試合に出れるようになったけど、これ多分鈴木さんが復帰するまでだな。これまで一生懸命頑張るぞ奥井。今日もちょっと練習をしましょう。いややっぱり練習が実を結んだんだね。こういうチャンスをねものにできるかどうか、奥井の今後の野球生活がかかっている。阪神が今あれか6位か。あ野間さんだね。ちょっと丸さんのさやる気がさ絶不調だからさ、こういう時にさ奥井を出すのがいいと思うんだよね。調子とかは特に監督見ないのかな。まあでもね野間さんのレーザービームはかなり憧れるからな。俺もレーザービーム持ちになりたい。肩は悪くないからね、レーザービームがつけば補殺のシーンとかを見せられるかもしれないのに。まずは1回の表トップバッターは中谷。変化球空振り三振、まずは三振に切って取りました。今日の先発誰だっけ見てなかったわ。投げました、初球から打ってった。これは余裕だね。これはライトフライになった、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番原口。投げた、打ちました。打球はショートの右、一塁送球アウト。もう2塁間鉄壁だからね本当に。ジョンソン3人でピシャリと抑え2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは伊藤。もうこれ来た。まあ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 別にっていう普通の球ですね。糸井ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。センター前はしょうがないと。糸井早い足が、初球打ちショートこれはゲッツー。セカンドフォースアウト。おー見事。バッターは6番福留。完全になかったことになるからな、ゲッツーとか。セカンド落下点、菊池さん OK。 スリーアウトチェンジ。さて回ってくるね。おー出てる。
0対0で迎える2回です。エルドレッドさん足が遅いのか。危ない球、走力 F。 第2球投げた、打った、よーし、これは捉えたね。入った、入った、ホームラン、第59号先制ツーラン。今日ジョンソンか。右中間スタンドに、あ、これ何、サイドスロー。まあ、野球のねゲームだと別にサイドスローとかも関係ないからね。実際当たると多分打ちにくいんだろうな、サイドスローとかアンダースローとかは。今アンダースロー投げる人いるの？お、速球それたけど大丈夫か。これでワンアウト、ランナーはありません。投げたインコースのボール左へ。結構強い打球だったね今の。第3球を、ああいう強い打球を取れる気がしない。大丈夫か、これは持っていきましたが取りました。レフトにお任せ。ランナーありません。バッターはピッチャー青柳。打ちました。セカンド前方のフライになりました。掴んでこれで3アウトになります。ジョンソンこの回ピシャッと3人で抑えています。防御率はでもジョンソンが3回の表が終わって2対0、1位か。2点リードは変わりません。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは中谷、第1打席ます。打った、これも田中、ボールを取る、1塁へ送る。いや、田中さんもね動きいいよね。守備 A とかだっけ。第1打席はライトフライに倒れています。流し打ち、どうだ。エルドレッドうまくさばいています。これで2アウト、ランナーありません。なんだかんだで0点に抑えてるな。投げました、打ちました、いい当たり、抜けた。あー、これ抜けちゃったか。ボールは中継、浜口いいバッティングを見せました。バッターは4番糸井。そして4番か、フォアボール。これは警戒しすぎたかな。流し打ち、エルドレッド。お見事です。エルドレッド一塁、ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。うん、ああいうのとかもな、マジで取れる自信がない。ジョンソン踏ん張ってランナー2人残塁。さあ、ここからまた援護をしてあげましょう。シーズン最多本塁打記録まであと1本としています。このスライダーか、いいところに投げてくるね。初球ストライクから第2球投げました。アウトロー、ボール、カウント1ボール。下はなんだ、球種は1だったな。投げました、打ちました。やはり少し飛距離は出ていません。振り遅れるね。これで5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは福留、通算200。初球大丈夫でしょう。打球はセカンドの右、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番北条。最初のバッターボックスは打ったんやったが三遊間、ライナー破っていった。北条ナイスバッティングです。バッターは守備の名手今成。いいな、俺も守備の名手とか呼ばれてよ。初球から打ってった。これは大丈夫か。取りました。北条ハーフウェイから一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは1塁変わりません。打った。あー、これはでも取れる、取れる、取れるはず。よし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 、ちょっと体勢崩したけど、こういう時にね、やっぱりね、守備と足が速いと取りやすいんだよね多分。この回のトップバッターは中谷、今日は三振と打ちました。あ、これは大丈夫だね。ファースト掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。もう代打を出してきたか。ピンチヒッターは可能。第3球を投げました、打ちました。これは菊池さん、ボールを掴んだ。セカンドから一塁送球。これで2アウト、ランナーありません。第1球初球を打ちました。これも大丈夫だね。菊池取った、一塁送球。いや、でもああいうの多分さ、結構難しいんだろうね、取るの。ゲームはいよいよ終盤戦に突入します。トップバッターは糸井。投げた、ナックルカーブ、空振り三振。ナックルカーブってどういう球なんだ。三振に仕留めました。パワープロやってればさ、だいたいこうカーブ的な球っていうのはわかるけどさ、実際どうやって投げるとかさっぱりわかんないから、ね、パームとかがねよくわかんないんだよね。パームってすげえ落ちるじゃないですか。でもあれ落ち始めが早いんで、あ、パームだなっていうのはなんとなくわかるんですけど打てないっていう。藤川、あれ、ちょっと待って、すげえピタッと合ってたんだけどな。あ、ちょ待って、こいつ。ああいうのは見送った方がいいのかな。もう絶対ど真ん中で、ど真ん中にカーソルが合ってない限りは危険だな。8回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは打った。大丈夫、大丈夫だね。レフトへ上がった、 OK。 これでワンアウト、ランナーはありません。
でもラックポイントに入れるのもすごいよな。まあ、これはねゲームだからそのラックポイントが出るけど、ラックポイント出なかったらさ、どっちだどっちだって絶対なるよ。万歳するよ。あ、ちょっと待って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 、これはね無理。無理でーす。間違えてホームに投げちゃったよ。だから三塁まで行かれたのか。もうちょっと引いてほしいよねカメラ。今日元気のない中谷。さあ5球目。これはちょっと改善ポイントとしてぜひとも上げたい。こう打球が上がった時にもうちょっと引いてね、その守備の動きとかを見たいっていうの。先頭バッターは上本か。このバッター打ちました、いい当たり、三遊間ライナーで破った。ここから反撃か。上本いいバッティングを見せました。しかしそれは俺が許さん。おお、俺のとこには来ない。取りました。ジョンソン完封勝利まであと2人。完封か。ぜひとも完封させたいね。インコースのボール左へ。スタンドに入りました。ファール。投げました。打った。大丈夫。おお、かっこいい。あの投げ方超かっこよくないですか。試合終了です。あー出ないか。いや、あのキクスッっていうさ、あの投げ方マジ惚れるわ。よーし、5安打完封。ジョンソンもすごいね。本当に今日は2人とも大活躍でした。ジョンソン何勝目？14勝してるんだ、すげえな。30試合連続安打、8区の10連勝とか。そろそろ寝ないとまずいかな。ブドウの贈り物。おっ、うまそうなブドウの贈り物だな。ちょっと分けてくれよ。分けてあげたってより奪われた感じだけどね。食べ物ってでもどうなの、なんかちょっと怖くないっすか、人からもらう食べ物。いや、まあ友達とかからさもらうのはいいんだけど、全く知らないさ人からさ食べ物をもらうとなんかね不安な感じがするんだよね。明日が登板日ね。今日奥井来てるね。奥井絶好調、やる気満々じゃないか。いや、この広島人の熾烈な外野レギュラー争い、そこに奥井も食い込んでくるようになってきましたね。さあ注目の立ち上がり、トップバッターは中谷。そうすると、こういうね守備面でね見せないとね。まあ俺は一応こうホームラン王かどうか知らないけど、シーズン最多のねホームラン打とうとしてるから、まあある程度ね守備がダメでも多めに見てくれるけど、奥井定位置だな。奥井は野村3者凡退に抑えています。あ、野村さんか。今日野村さんの時結構しくじるからな俺。絶対恨まれてるよ。シーズン最多本塁打記録は通信一本としています。藤波160キロのスタミナ S。 投げました。カットボール。バッター追い込まれました。クイックが F なんだ。第3球を投げました。これは見送ってボール、うん、カウント1ボール2ストライク。第4球を投げた。どうこれは、打った。これは強烈、入ったか。先制だ。さらに行かないか。まあ行かないけど。ボールは中継。エルドレッド3塁です。トープタイムリーヒット。これはいい仕事をしたな。続いています。うん、余裕だね。結局1点止まりか。まあツーアウトだったからねしょうがない。ちょっと待って、これ誰、奥井。どっちよ。奥井頼む。マジでやばいやばいやばい。俺のせい。今のってどうやってさこう処理すればいいの。後ろに下がりながらさ取った方がいいのか。ああいう無理っぽいのはもう難しい、本当に難しい。フラフラっと上がった打球はファーストフライ、取りました。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。投げた、打った、引っ張った。あ、これはやばい。ワンバウンド、ヒット。やはり野村さんの時はやらかすな、どうしてもやらかす。
やいいところに打たれたね。右バッターボックスは8番梅野。しかしまだ1対1、これは大丈夫、取れます、大丈夫っす。しちゃんとスリーアウトチェンジ、セカンドに投げとこ一応。いやこれは打ち取ったね、完全に。2回、タイガース、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターピッチャー藤井、打ったサード後方のフライ、サードフライ OK、これでワンアウト、ランナーはありません。奥井も一応ちょっと前に出てたね。中谷、奥井の動きを参考にするか。縦のカーブ、奥井俺に守備を教えてくれマジで。変化球でスイングアウトを取りました。投げたインコースのボール、おー奥井ヒット、打ったバッターは二塁へ向かった。バッターランナーどこへボールが飛んでった。ヤマトツーベースヒットを放ちました。カープピンチを迎えます。投げた、打ちました。阿部下がって、いや大丈夫大丈夫大丈夫、掴んでこれで3アウトになります。ちょっとなピンチの場面が続くね。カープこの回2アウト2塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。勝利数3回の表が終わって1対1、広島勢すごくないか。防御率と勝利数全部埋めてたな、トップ3。あ、これだ、これはもうね、俺はもう本当にね打撃で返す。1本としています。ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、おー怖え、デッドボールになったかと思った。第3球は打った、当たりだ、これはフライになってしまったか。取りました、あと2塁ランナータッチアップ、カープなおもチャンス。申し訳ない、結局点には結びつかなかったか。この回の先頭バッターは糸井、投げました、打った、今日はよく飛んでくるな。いやいや大丈夫だよ大丈夫。菊池さんがすげえ心配そうな顔で見てたんだけど。カリブの長距離砲アンダーウッド、第1打席はライトフライに倒れています。変化球、空振り三振、低めの変化球でスイングアウトを取りました。さあこの回は投げました。大丈夫だね、さすが。空振り三振、2者連続三振、最後は空振り三振で打ち取りました。5回の表、いい勝負が続くね。タイガースの攻撃に入ります。バッターは守備の名手、打ちました、三遊間の打球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。いやなんとか野村さんに一生プレゼントしてあげたい。第1打席打ちました、これは内野ゴロ、一塁へ送る。ああ結構送球がそれるな。アウト、これで2アウト、ランナーありません。投げました、見逃しの三振。野村、下位打線を三者凡退。さてここから、おっと塁に出てる丸さん、シーズン最多本塁打、これだ、あと1本打ちました、初球ちょっとずれた。いやしかし、しかし丸さん走れるか、走ったね、バックホームする、オッケー、勝ち越し弾、弾じゃないか、勝ち越しだ。手応えはね悪くないと思ったんだけどね、こうひと伸びが足りなかったか。いやさすが、これ丸さんの足の速さだな、やっぱり効いてきたのは。そして追加で1点入れてくれた、これはだいぶ楽になったね。ライトフライト三振、打った、田中ボールを取る、一塁送球アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは代打加納、現在加納はあれだね、代打でよく出てくるね。投げました、初球打ち引っ張った、奥井打球はレフトの左へ、奥井こんなんばっかだな。かわいそうに一塁回って二塁へ、加納いいバッティングを見せました。バッターは3番福留、今日はレフトフライト、さあ打ちました、奥井これは大丈夫だよな、取りました、安定してるね。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。ちょっとピンチを招くね今日は。いやでも大丈夫、打ち替え持っていきましたが取って、これで3アウトチェンジ。なんでボールの方わざわざ向くんだ。自動的に2塁ラン、ゲームはこれから終盤に入ります。バッターはカリブの長距離砲アンダーウッド、投げた低め、見逃し三振、次は6球フルカウント、結構球数投げてるんじゃないか。そうすると三振、2者連続三振になりました。サークルチェンジも持ってるんだ。守備の名手今成、対戦しないからさ、その何の球種を持ってるかっていうのがいまいち分かんないんだよね。ここから見てるだけだから。野村三者凡退、さあそしてクリーンアップ、塁に出てるね、エルドレッドさん、シーズン最多本塁打記録はスラーブ1本としています。今日2打点を挙げています。投げた、危ない球、投げた、オッケー、よしよしよし、
やはり狙いはストレート。60号か。やっぱりね、最初に2球ボールに外れたっていうのがストレートに狙いを絞りやすかったところだな。またフルカウントか。野村さん大丈夫か。あ、待って待って、これで取れるよ、取れる取れる、大丈夫、 OK。 掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。ピンチヒッターは原口、タイガース内田恒成に打ちました。これも、いや、いい動きするよ本当に。アウト、これで2アウト、ランナーありません。打順はトップに変えて、あれもさ、守備が悪かったら多分さ、センター前とかになるもんね。最後は見逃し三振に仕留めました。8回の表が終わって5対1、カープ4点リードは変わりません。あれ、変えられた。俺結構変えられるな。まあ確かにね、守備で置いておく必要も全くないからね。さて本日のヒーローインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。で17勝になったのか。いいね、20勝とかいけるかね。藤浪もでもなんだかんだで10勝はしてるのか。まあ、8敗してるけど。全部良かったじゃん結局。お、シーズン、本塁打数1位になった。これはあれ、広島でってこと。あれ、もう全部超えたっけ。ちょっと見てなかったな。というところで、じゃあ奥井もね、試合に出るようになってきたので、これはまたね、まあ、自分の中ではかなり盛り上がりますね。相変わらずのね、守備はありますけれども、じゃあまた、続きを次回やっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。